スウェーデン・エストニアとしても知られる。リボニア戦争の最中、現代のエストニアの北部で、スウェーデンの方が敷かれた際に、スウェーデンの統治が始まった。レバルト、ハル地区、ミシビル地区、ラプラ地区、イェルバ地区は1561年に降伏し、ラーネ地区も1581年に征服された。エストニア公国全体は1595年に、 ロシアとの講和条約によって確定した。レバルは、スウェーデン帝国内で特別な地位を獲得し、この地の騎士階級とバルトドイツ人の貴族は独自の特権と貴族身分を与えられた。さらに、地方議会を代表する権利と広範な自治、特権を獲得した。一方、スウェーデンより派遣された行政官は、この地の安全確保と修税であり、 スウェーデンが絶対君主制を確立するまでは、エストニアへの干渉はわずかであった。大北方戦争の結果、スウェーデンはロシア帝国に敗れ、ミスタット条約でエストニアはロシアに譲渡された。ロシアに征服されるまでの時代は、エストニアの公語では、古き良きスウェーデンの時として知られている。しかし、古き良きスウェーデンの時という表現は、 ロシアの統治以前には使われていなかった。この表現が使われ始めた時、エストニアの農村は、急激に衰退し始めていた。ロシアは、ドイツ人貴族の支援を得るために、地主に、さらに権力を与えたため、エストニアの農民たちはさらに搾取されるようになったので、ある。ザスウェディッシュ・インペリアル・エクスペリエンス1560から1718、 マイケル・ロバーツ、ISBN 0521278899、P30、バルチック・ポスト・コロニアリズム・バイ・ビオレッタ・ケラータス、P397。ありがとうございます。